では、第3課の漢字。えー、第3課の漢字は、えー、これらの19の、えー、漢字を紹介します。まず、最初の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は other という意味があります。それでですね、えー、こちらのパート、みんなもうよく知ってますよね。これ、person の意味です。 それからこの右側なんですけれどもこれ、まあ、It looks like looks、yeah、や」and in fact this actually is pronounced as、yeah「や、uh,」and when Japanese people kind of you know meet other people or other person we say や、yeah, 元気 so it means other で読み方なんですけれども音読みでたあく読みはありません、uh, で例えば 他人これ stranger other people でも大丈夫ですけどそれから排他的なちょっと難しい言葉ですけれども exclusive それからその他これ etc その他何か質問がありますか Do you have any other questions? こんな使い方をします ででは次の漢字です。えー、この漢字ですけれども、意味は both の意味があります。でまあ、覚え方なんですけれども、A、scale with both sides in balance。何かこう昔のこのスケーラーがあって、scale both sides in balance。こんな覚え方がいいかもしれません。で読み方なんですけれども、 音読みで、両という読み方があります、えー。この漢字、訓読みはありません。で、えー、例えば、両親、これは、あの、ボーの意味があります。そして、これは、親、e レンツですから、そう、パレンツ。両側、ボーズサイズ。それから、両手、ボ h a ハンズという意味です。 でちょっと使い方があのなんですか、えー、違うんですけれどもこれ両替えするこれマニーエクスチェンジの時に使います例えば円をドルに、えー、両替えするというお金のエクスチェンジの時に両替えという言葉を使いますでは次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は present それから hit の意味があります このパートは、まあ、Imagine the shape of hand and then some arrow just hit your hand というので、まあ、hit, hit という意味です。えー、読み方なんですけれども、えー、音読みで、と、えー、例えば、当日、that very day、当時、at that time、それから、本当、truth、本当ですかとよく使いますよね。あと、お弁当、この、このとを使います。弁当。 それから当選する、to to b elected という使い方です、えー。訓読みの方なんですけれども、当たるというので、例えば、宝くじに当たる、uh, win the lottery、宝くじに当たりましたという、ここ、パーティクルが2です、えー。気をつけてください。それから、日当たり。 あのまあ、英語では exposure to the sun なんですけれども、えー、日当たりがいい部屋あという使い方をよくしますあと当たり前 usual natural、えー、日本人がよく言うことでそんなこと当たり前のことだ that's natural nothing、uh, special とかそんな使い方ですあと手当てする To provide medical care medical こんな使い方があります はい次の感じです、えー、この感じですけれども意味は help とか rescue それから assistance の意味がありますまあ、えー、覚え方なんですけれども So this part the altar gives strength これは strength 力ですよね to those who seek help、えー、というあまあ、こんな覚え方がいいかと思いますで、えー、と読み方なんですけれども、えー、音読みで助 例えば、女子、パーティクルですよね。それから、助手、アシスタント。助教授、教授っていうのがプロフェッサーです。So, 助教授 means assistant professor。助監督、監督っていうのはムービーディレクターのことです。So, 助監督、アシスタントディレクター。それから、助言する、to advise 援助する、to aid or to or aid support それから、救助する、to rescue。訓読みの方なんですけれども、えー、これ、助ける。これは、えー、transitive verb です。何々を助ける。例えば、僕の友達を助けてください。えー、それから、助かる。これは、to be saved、intransitive です。えー、あなたのおかげで、あるいは先生のおかげで、えー、両親のおかげで、本当に助かりました。 Uh, I was saved. こんなはい次の感じです。この感じですけれども、意味は、voice の意味があります。で、えーとまあ、覚え方なんですけれども、この上のパート、this part actually indicates soldier. So, soldier with weapon,、uh, this part. shouting with a double loud mouth two mouth And so it means voice. で、読み方なんですけれども、音読みで、せいというのをよく使います。例えば、音声、これ、voice、sound。それから、名声というので、fame という意味があります。あと、犠牲語、オノマトピアあ、こんな読み方が、あこ,れこれ、要するに、あの音を。 マネルというのでオノマトピアです訓読みの方なんですけれども、えー、声というのが主な使い方です。「子は」とも読むときがあるんですけれどもみんなは声だけで大丈夫です。えー、声、えー、ボイスそれから大声大きな声という意味なんですけれども例えば大声で、えー、話さないでください。ここでは大声で話さないでください。こんな使い方をします。 次の漢字です、えー、この漢字ですけれども、意味は offer とか accompany の意味がありますで。このパートもみんなよく知ってますよね。person。えー、そしてこちらのパートなんですけれども、えー、意味は together という意味があります。so the person who comes together to accompany の意味ですで。読み方なんですけれども、えー、音読みで と、えー、とかという読み方があります例えば提供するこれ to offer、えー、それから、えー、供給するこれ to supply、えー、あとですねこれは仏教の,あの場合によく使うんですけれども供養する to hold service for the deceased、えー、ちょっとあのブリズムの関係の言葉です 音読みのあすみません。訓読みの方なんですけれども、え備えるとか友というあの、よく使われるのがこれですね。子供、えー、children or child、child、えー。反対はこれ大人です。それからお供するというので、to accompany。それから備える、これがまた仏教の,あの言葉でよく使われるんですけれども、to offer。例えば、えー、仏様に、 えー、花を供える、えー、offering flowers to the Buddha とか、えー、これもまたあの供養すると同じようにちょっと、えー、仏教の関係の言葉ですはい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は call とか invite という意味があります でこのパート、えっ、ー、と左側のパートですねこれは mouth そして、uh, this part it's not exactly the same as t、uh, hand e h but imagine this looks like hand so with hand and mouth someone is calling you or inviting you で、音読みなんですけれどもこれ子と読みます例えば呼吸する to breathe それからこうする to respond といいう使い方がありますで訓読みの「よ」なんですけれども、「呼ぶ」えー、この、えー、動詞はですね、コンテクストによっていろいろ意味が違います。気をつけてください。例えば、えー、これは何々と呼ばれています。こんな時には、「it it i か called such and such」という使い方です。それから、 名前を呼んでください。これは call out、uh, your name. それからパーティーに呼ばれています。この時には invite の意味があります。気をつけてください。はい、次の漢字です。えー、この漢字ですけれども 意味は suffering bitter それから painful、uh, という意味なんですけれどもこの上のパートこれは大丈夫ですねこれ意味は grass の意味です例えばこれ薬ですけれども so the grass that make you feel comfortable or funny これが薬ですよねで下のパートこれ古い old so, When、uh, you eat some old grass, it suffers, it bitter, it becomes painful, という意味ですで。音読みなんですけれども、句という読み方があります。例えば、えー、苦労する、to suffer。それから、苦痛、pain。それから、苦情、これは、complain ですで。訓読みなんですけれども、 るそれから苦という読み方があります。例えば苦しいアジェクティブです。これ painful。それから苦い。こちらは bitter の意味です。これはちょっと苦いですね。This is bitter というあのテイストの bitter です。それから苦手。これは何アジェクティブなんですけれども、poor at の意味があります。例えば スポーツが苦手です、えー。パーティクル、女子がですので気をつけてください。I am poor at sports. この反対が得意、be good at あという言葉があります、えー。これもスポーツが得意です。えー、女子ががです、えー。あと、例えば、苦手な科目、subject は数学です。マスマティックス。これ、なアジェクティブですので気をつけてください。 では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味はローとか method の意味がありますで。このパートですけれども、これ大丈夫ですよね。water、uh, の意味です。So, uh, so, uh, それからですね、この右側、これ、サ、え、ル、ー、leaving という意味があります。So, water leaving a reservoir to irrigate the rice field systematically. So, 何か Law という意味があります。読み方なんですけれども、えー、音読みで法とか発、つという読み方があるんですが、例えば法則、これは principle とか theorem、えー、法律、これはあの law、uh, legal の law です。それから文法、これ大丈夫ですね、えー。グラマー、日本語の文法は難しいです。それから方法、メソロル、 それから憲法これコンスチューションこんな使い方があります次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は cry の意味ですでもうこちらの,あの左のラディカルこれ大丈夫ですよねこれ water の意味ですそれからこの右側この部分これ standing So a person is standing and you see the water dropping. He is crying. で、えっと、音読みなんですけれども、Q、これあまり使わないんですけれども、まあ、一つ例えば、号泣するという、uh, to w a i l なんですが、とても泣くという意味です。あまり使いません。えー、訓読みの方、泣く、えー、例えば、赤ちゃんが泣いています。それから、泣き声、これ、crying voice。 あと、時々使うのが、泣き顔、泣いている顔という意味です。フェイス。それに対して、例えば、笑い顔、笑っている顔、こんな言葉もあります。では、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は、thought。 desire attention の意味があります。で、えー、この上のパートこれあの今ですよね。Now、それから Moment という意味があります。で下のパートこれはみんなもうよ,よく知ってると思うんですけれども、Heart とか Feelings の意味があります。so The Current Feeling というので、まあ、Thought、Desire、Attention という意味になります。で読み方なんですけれども、訓読みはないんですが、音読みでねん と読みます例えば残念な、unfortunate、disappointing なアジェクティブです。それから概念、これコンセプト。あと記念日記念するというので、to celebrate とか記念日の時には anniversary。よく使うのが結婚記念日、wedding anniversary という言葉があります。あと宣念するというので、 to concentrate、えー、例えば、日本語の勉強に専念します。えー、女子パーティクルはにですので気をつけてください。では、次の漢字です。えー、この漢字ですけど、意味は straight。 fix repair の意味があありまます。で、まあ、この感じの覚え方なんですけれども、まあ it takes ten ten ここ十ですよね。10 pairs of eyes これが eyes。to fix a corner not made at a right angle. ままあこんん。な覚え方方でいいかもしれません読み方 なんですけれども、えーと、直、時期、時下という読み方があるんですが、えー、と例えばちょ、えーと、これ、直接、direct。私に直接連絡してください。Contact me directly。それから、直後、これ、まあ、immediately following, right after。それから、直前、これ、just before。よくあの飛行機なんかで直行便、これは、direct non-stop flight のことです。 例えば、ボストンから東京への直行便。えー、それから、正直な、えー、これ、ナージェクティブ、honest なんですけど、彼は正直な人です。He is an honest person。訓読みの方なんですけれども、えー、まず、ただすとか、なお、えー、どちらの読み方もあるんですけれども、えー、っとトラン e ティブ、イントラン t ティブの、えー、ペアがあります。えートランスティブ バーブの時、まあ、直す、正すと読む人もいます。えー、でも直す、例えば、車を直してください。えー、それから、直る、これは intransitive です。車が直りました。あとですね、えー、とバーブ線プラス直すというので、えー、例えば、r e d o something to fix。例えば、よく出てくるのがこれですね、レポートを書き直してください。 Uh, Rewrite to fix it,、uh, the report. それからその仕事をし直してください。もう一度、uh, このアクションをしてフィックスしてくださいという意味です。はい、次の漢字です。Uh, この漢字ですけれども、意味は single という意味です。で、 まあえっと、ここの上のパート、これは、まあ、Imagine, like a water,、uh, sandy, water, a n ズ y water radical.bringing water to the fields, これ、田んぼの田 makes farmers much ten times l i k easier e or simpler.、Uh, というので、シングル、それから、simple という意味も出てきます。読み方なんですけれども、音読みで、例えば、簡単な、simple なアジェクティブです。 それから単語、これはボキャブラリー、word。それから単位、これ、ユニット。例えば、このクラスの単位は12単位です。こんな使い方が大丈夫です。それから単に、m アリ r y という使い方です。 はい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は start emit の意味がありますでまあ覚え方なんですけれども so, two hands removing the gate bolt here in order to leave、えー、このパート leave という意味があるみたいですで読み方なんですけれども 音読みで発とか初という読み方があります。えー、例えば、発音する、to pronounce、えー、よく言うのが、あの人の日本語の発音はとても綺麗です。発音、この時は、まあ、プロナンシ a ーションですよね。それから、発明する、to invent、えー、電気、electricity 電気を発明した人は誰ですか、えー、それから、出発する、to depart。 えー、その飛行機はもう東京を出発しました、えー。パーティクルこれをですので気をつけてください。えー、それから発見すると s c o v e r 発達する、えー、これはイントランシ e です。例えば、えー、ロボットの、えー、技術が発達しています。それから発熱熱が出るというのでフィーバー,ーという意味もあります。訓読みの方 なんですけれども、えー、これ、立つ、to depart、えー。particle の方、ちょっと気をつけてください。えー、もう成田空港を立ちました。depart、uh, from、これを,を、えー、使います。それから、九州に立ちました。これは depart for、uh, という使い方です。 はい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は head neck、uh, leader という意味もありますでこのパートですよねこのパートは、えっと、self という意味がありますよね自分の字です so you need some sort of protection here to protect your head or to protect your neck という 覚え方でいいかと思います。で、音読みなんですけれども、これ、種。例えば、首と、これ、キャピタルシティー首相、プライムミ m スターそれから、首位これ、First Place。それから、部首、これ、漢字のブラ d カ c のことです。それから、えー、と自首する、自分からあの出ていくっていうので、サレンダー n よく、まあ、警察に自首する。 えー、といいう使い方がありますあと、訓読みの方なんですけれども、これは首、えー、首大丈夫ですね、これはネック、それから手首、この時はリス t の意味があります。では、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味はリンク。 in succession group そんな意味がありますで、えー、このパートこれは大丈夫ですねこれは cars、えー、それからこの radical これは road とか walk そんな意味があるんですけれども、uh, you can imagine、uh, cars traveling in a row、uh, on the street in succession as a group、uh, そんなふうに覚えられると思いますで読み方なんですけれども音読みで練 例えば連休これは consecutive holidays3 連休なら、えっと、3日間の,あの consecutive in sequence の休みという3連休あるいは4連休5連休という言い方もありますそれから国連これは united nations それから関連するこれは relate to relate それから連絡する to contact 例えば、先生に必ず連絡してください。それから、訓読みなんですけれども、読み方としては、つらとかつなんですが、一つ、つらなる。これで、to stand in a row。例えばですね、美しい山々、beautiful mountains。山々がつらなっている。それから、連れていく。To bring これは to bring someone の方です、えー。持っていくこれは to bring something 気をつけてください。それから子供連れという言い方もあります。これは accompanied by children よく、えー、そうですね何かアナウンスメントなんかでですね。子供連れの人たちは車に気をつけてください。so for those for、uh, accompanied by children or those who have children、えー、車に気をつけてください、えー、こんな言い方もありますはい、次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は love、えー、この上のパートこれはいいですよねこれバンブー それからこれは大きいですね。So you can say a big bamboo stick. これがスティックですけれども、A big bamboo stick can make people laugh. ででこれで laugh という意味があります。読み方なんですけれども、音読みでしょう。え爆笑する。これとても、ま、なんですか笑うっていうので、laugh hard。それから苦笑する。これ smile bitterly 訓読みの方がよく、えー、と使われます、えー、例えば笑う to laugh それから笑い話これ funny story あとですねこの絵という読み方もあります、えー、笑顔これ、まあ、笑っている顔前にちょっと勉強しましたけど泣き顔これは泣いている顔という意味ですそれからこれ微笑むこれ to smile といいう使い方です次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は collect の意味があります、えー。この下の部分、これはいいですよね、tree。それからこの上の部分なんですけれども、えー、これは birds という意味があります。So, a tree is a gathering bars a place for、bars. こんな形で、えー、覚えてみてくださいで。読み方なんですけれども、音読みで週例えば、募集する。えー、これは、to recruit。新しい先生を募集しています。それから、集中する。これは、to concentrate、えー。パーティクル、気をつけてください。えー、この仕事に集中しています。 勉強に集中していますにを使いまますすを使それから編集するこれは to edit 例えばこの論文を編集してくださいそれからこれは noun 集団ですけれどもグループという意味ですよくあのペンデミックの時に使われる言葉で集団感染これアウトブレイクグループの Uh, 感,染感染っていうのはインフェクションなんですけれども、アウトブレイクという使い方です。それから、えー、訓読みの方なんですけれども、えー、イントランシティブ、トランシティブのペアがあります。えー、イントランシティブ、これで集まる、something g a t h e r、えー、例えば、学生が集まりました。それから、トランシティブ、uh, これは、ト l コレクト。例えば、データを集める。 こんな使い方がありますはいでは第3課の最後の漢字です。えー、この漢字ですけれども意味は「to take apart, dissolve, clarify, untie」こんな意味があります。で このパートなんですけれどもこちらですよね。これ意味はホーンの意味があります。えー、それからこのパートこれは牛角ですよね。そして this part this part、uh, is coming from the shape of a knife。so cut a horn from a big cow、uh,。というのでまあ take apart dissolve の意味がありますで。読み方なんですけれども。 音読みの場合、ほとんどが解です、えー。例えば、解決する。これ、to solve とか settle。えー、問題を解決する。えー、それから、理解する。これはいいですね。to understand。この問題を理解します。えー、それから、誤解する。これは、to misunderstand、えー。了解する。これは、to give consent。えー、そして、まあ、えっ、ー、と、音読みのこの下なんですけれども、 あの解熱剤、こんな時に、えー、だけ使います。えー、これ、resolve、それから、えー、なんていうんですか、安泰なんですけれども、これ、フィーバー。だから、熱を下げる薬というので、メディ n ン・フォー・フィーバーの意味です。次に、訓読みなんですけれども、訓読みはとです、えー。例えば、とく、えー。これ、to solve。この問題を解いてください。 それから、m e ウトというので、トラン e ティブ、イントラン t ティブのペアがあります。例えば、溶かす。これはトラン t ティブです。氷を溶かす。それから、溶ける。これはイントラン t ティブです。氷が溶ける、えー。パーティクルに気をつけてください。